絹ごし豆腐と木綿豆腐、カロリーが高いのはどっち？カロリーが高いのは木綿豆腐だといいます。木綿豆腐は絹ごし豆腐より 100g あたり10キロカロリー高くなっていますが、その理由は、木綿豆腐というのは絹ごし豆腐をさらに脱水した形のお豆腐。木綿豆腐は絹ごし豆腐を脱水。どういうことでしょうか。理由は製造工程にあるといいます。絹ごし豆腐は豆乳に凝固剤を入れて固めることでできます。その絹ごし豆腐に圧力をかけて水を抜いたものが木綿豆腐です。木綿豆腐は水分が抜けた分凝縮され、同じ重さだと絹ごし豆腐よりカロリーが高くなるのです。簡単に言うと、水分量が違うというのが一番ですね。